ナンバー、愛の衣装謎解きミュージックビデオに隠された真相とは私の観察ではこの衣装がオーダーメイドである可能性が高いと思われます。親愛なる読者の皆さん、こんにちは。今回は3月2日に NHK テレビ局の101番会場で行われたグループ番号の3人のメンバーのファッションに焦点を当てその背後に潜むコミュニティとイベントの社会的影響に迫ります。まず、ナンバー。 i イファンの皆さん、あのダイナミックで防護服のような衣装、どこかで見覚えがあると感じたことはありませんかこれは決して単なる衣装ではありません。ファンの中には、これらの服に見覚えがあるけれども、具体的にどこで見たことがあるのかわからないという方も多いことでしょう。私自身も同様に、衣装には見覚えがあるものの、その主張が不明でした。しかし、今朝ナンバー、 愛の MV、ゴートを視聴している最中、運命的な瞬間が訪れました。MV には、3月2日の公演で着用された衣装が、2秒弱だけですが登場していたのです。2023年12月のことで、これまで気づかなかったことに気づき、興奮の声が込み上げてきました。この衣装は、動的でありながらも防護服のような雰囲気を醸し出しています。一体、3月2日の再登場には、どのような意図が込められていたのでしょうか 私の観察では、この衣装がオーダーメイドである可能性が高いと思われます。日本や海外の大手衣料品サイトでの情報収集を試みましたが、何も見当たりませんでした。そこで、私は韓国ブランド、ザ・イデンティティプロジェクトのマルチレイヤーアウター MA-1、レイヤードアウター MA-1、コッパーブルーとの類似性に気づきました。色彩からカラー。 コーディネートのポイント、シャツのトリムまで、これらの要素が驚くほど一致しているのです。そして、裾のトリミングにまで同様の特徴が見られます。昨日の NHK 出演は計画的に行われたものであり、この衣装が MV でわずか数秒しか映らなかったのは、昨日の重要なパフォーマンスに備えるための演出だったのかもしれません。個人的には、ヒットホップ風の衣装が曲のメロディーとダンスと相まって、 素晴らしい一体感を生み出していると感じています。このスタイルは男性らしさと統一感を高め、ダンスと歌のパフォーマンスに深みを加えています。制服の選択は彼らが団結し、不可分であることをファンに証明する一環となっています。では、なぜこれほど保護的なスタイルを選んだのでしょうか彼らの外見は男性的である一方で、ダンスや歌においては強さと安定感が際立っています。 果たして、これはあえての選択なのでしょうか彼らは以前、アンチコミュニティから疑念を抱かれることもありましたが、その背後にはどのような事情があるのでしょうかここで、私たちはファッションの枠を超えて、コミュニティとアイデンティティの探求に焦点を当ててみたいと思います。ナンバー、愛がどのようにファッションを通じて、彼ら自身やファンとの絆を深めているのか、そしてなぜ保護的なスタイルが彼らにとって意味を持つのか その背後にあるストーリーを追求していきましょう。これらの疑問に答えることで、ナンバー、愛のファッションは単なる外見だけでなく、コミュニティとの対話や独自性の表現においても深い意味を持っていることが明らかになるでしょう。どうぞお楽しみに。